はーい、お疲れ様です。またみつです。今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね。大阪王将の会長にパワハラ批判、人気番組ジョブチューン内で不合格すぎ、やめた方がいいと部下に怒りだーって、いうことで、まあ、ジョブチューンっていうこのね、えー、番組割と炎上しがちなんですけど、今回はこのジョブチューンに参加していた大阪王将の会長が炎上してるみたいなんですよね。まあ、ジョブチューンといえばこんな感じでね、 えー、大阪王将の人たちが料理を持ってきて。 でそれをね、えー、有名なねシェフの人たちが審査をするというようなものなんですけどそれを合格不合格で決めるわけなんですよね、まあ、これが有名シェフだったりするんですけど、まあ、このやり方自体この番組自体に賛否あったりもするもののすごく話題になる番組なんですよね、えー、こんな感じでジョブチューンで今回は大阪王将の、えー、この10品を料理人が食べてチェックするぞっていうような番組なわけなんですけどこの番組で最後に流れた会長がヤバすぎるだろ ということで大炎上してるんですよね。あれパワハラじゃんって。あんなの見たら大阪王将なんて行きたくなくなるわーって嫌いになるわーみたいなね、そんな意見とかもあるんで、今回それについてね、見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、ということで、こちらの記事見ながら進めていくんですけど、チェーン店のメニューを一流料理人がジャッジしていく人気バラエティ番組ジオブチューン、あの職業の秘密ぶっちゃけます。に、大阪を が初参加。番組内での判定を受けたイートホールディングス大阪王将の持ち株会社の文野直樹会長 CEO の部下に対する態度にパワハラではないかと批判が殺到していますってもうこの会長がまあ、この人になるんですけど大阪王将の会長の人、ね、ででこの人その番組の審査の時にはいなかったんですよねそして最後にまあその会社の中を映した映像の時だけ出てきてで に対してめちゃゃめちちひどいいことを言っっっててるぞーっていう風な,な流れだったんですよねちょっと読んでいくんですけど、えー、大阪王将のイチオシメニュートップ10を合格不合格で判定だと11月18日に放送された同番組の2時間スペシャル大阪王将と超一流中華料理人と題して料理人たちが大阪王将のイチオシメニュートップ10を合格不合格で判定する内容でした批判されているのは判定の後日その場に立ち会った 大阪王将の植月社長らから結果の報告を受けたふみの会長の発言です。ってここなんですよね。あの、本編とはちょっと違うところで炎上しちゃってるんですよ。ふみの会長は同番組の冒頭で大阪王将を代表している。以上、5。4年間の歴史を背負ってジャッジに出演させていただくわけですから、10合格で頑張ってください。ということで、まあ、10品を、えー、この料理人の人たちにチェックしてもらって合格不合格をするわけですけど。全部？合格 になってねということを言ってたわけですね。10合格で頑張ってくださいとで上月社長を笑顔で送り出していました。しかし実際の判定では元祖焼き餃子ニンニク肉肉ニ餃子など満場一で合格を得た商品もあったものの合格は10品中7品という結果にってもうこれ自体はいいんじゃないのかなって元美は思っちゃったんですけど全部じゃなくてもねでふみの会長はこの結果を受けこれ5時から上月社長らに に対してどうなんこ,のこれ現実だから現実にしっかり目を向けて改善、改善、改善、また改善としっかりつけるように発言。特に不合格の票数が多かった炒め焼きそばについて植月社長が焼きそばに関してはまずはタレをと改善案について話し始めたところ、まあ、これも間違った情報だと思いますけど植月社長ではなく社員の人があれ話し始めてたはずなんですよね。でえっ、ー、と の社長が、え、これなんでこんな状態なのっていう風うに聞かれたから、社員が返してたわけですよ。えっ、ー、と、これ焼きそばね、これから改善していきますよって、タレはこうしていくんですって話し始めたんですけど、それに対してふみの会長は、さえ切って不合格すぎるよな、これやめた方がいいわっていうような言い方をしてたんですよね。まあそのワンシーンだけこちらなんですけど、不合格すぎるよな、これって、ね、改善策をこれから話そうとしてたところに、いやこんな料理、 不合格すぎるわって会長が言い始めるんですよ。俺やったら今日からやめるよこのメニューと厳しい言葉を浴びせましたと社員の言い分も聞かずに頭ごなしにこれは終わってるだろうみたいなねことを言い始めるんですよねまあ、正直この不合格っていうのは極端な話をするとたかが料理人の意見でしかないわけなんですよねまあこれあえてたかがって言いますけどこれ本当だったら大阪王将に来てくれるお客さんが納得してるんだったらそれで元三はいい と思うんですよ、まあ、なのに大阪王将の会長はね、えー、料理人に不合格をもらったからこのメニューはダメだってね、えー、理由も聞かずに、まあ、こんな感じで頭ごなしで言ってたわけですねでさらに文野社長が麺は美味しいと昔から評価はいただいているのでというとと、まあ、ちょっとこれ記事が結構間違ってる部分多いんですけどこれも社員の人ね えー、社員の人が、まあ、こういう理由があるんですよって昔から麺はね、えー、評価いただいてるんですよお客さんからって言ったのに対してもみの会長はまた言葉を遮って違うってだから現実に目を向けようぜってことなんや現実に目を向けてこれが全てではないけどこの評価を受けてどうしますかというだからダメですよ勝つか負けるかの中で甘さを感じますけどねとこき下ろしましたっていやー元密的には現実に目を向けた結果やっぱ お客さんから今指示を受けてるからこういう状況になってるんじゃないのって感じがしますけどね。なんで大阪王将とは全然関係ない店の料理人から、えー、不合格をもらったからってそれをやめる必要があんのかって話ですよね。メニューやめようぜってそれこそ現実に目が向けられてない気がしますけどね。で SNS 上ではこの場面を見た視聴者からふみの会長の発言に対して批判がさと感じ悪いなーってめっちゃ印象悪いなーって会長にがっかり会長の発言で 一気に好感度が下がった部下の話を遮らないでなどの声が寄せられていますということでめちゃめちゃ批判さっとしてるんですよね。まあそれちょっと見ていこうと思うんですけどこちらからね大阪王将の会長会長がこういうこと言ってて、ね、不合格を受けてどうするのってで社員はタレを改善してっていろいろ今後のことを話しようとしたら会長は違うでしょこれが現実だからしっかり向き合って今後どうするか考えなきゃっていうことでもうメニューから外せよぐらいのね話をして って感じだったけど改善策を述べる社員の言葉を遮って今後どうするかを求めるのはどうなんだって、まあ、意味わかんないね今後どうすんのって聞いた結果社員はこういう風にしていきますっていう風な話してんのに違うでしょうってもうメニューから外さないとってなんだこの上からの頭ごらしはっていうことで、ね、話題になってて他にも大阪し将の会長人としてローソンの社長とは運泥の差やなーって行く気なくすわーってもうこの人の感じで 大阪大に行くく気なくすよとか、ね、他にはいつも多少やらせ感ありつつも何百回と試作して工夫した商品のプレゼンテーションを聞くと明日食べに行こうかなコンビニなら今から行っちゃおうかなとなるんだけどってまあ炎上しながらもやっぱこれ見ると美味しそうだなってみんな食べに行きたくなるわけですよね不合格の品も食べたことあるし私はって今夜はあの会長の数秒で一気に冷めた無理って今回の場合は全然食べる気にならなかったわっていうふうにね言われて てたり、他には大阪王将の会長で「この会社が嫌いになった」って「会長のせいで嫌いになるぞ」とかね他には大阪王将「会長気持ちはわかるけどまずはお疲れさんでしょ」って部下の話遮って感情的に話すのは一番ダメだと思う曖昧なんで違ったらごめんけど前どっかの企業はゴーサイン出したのは俺だから俺の責任って言ってた人もいなかったそこと比べちゃうと残念すぎだっていや確かにそうだよね 行ってこいって送り出したのはこの会長なんだからってなりますよね。とか他には一流料理人の店の餃子よりこれのうまさが染みついてる庶民には絶対にうまいのよって全然物が違うんだって料理人にアウトって判定されたからって何が問題なんだよみたいなねそんな意見もあったりしますね。とか他にはいつも思うけどこれってこの審査員の評価でしょそれを全部鵜呑みにしてメニューやめようとか狂ってるって。 企業とかかが挑戦ししてるのかもしれないですけどメニューやめようぜとかそんな頭こなしに言うのはなかったんじゃないのかなとは思いますけどね元光が知る限りはお客さんは満足してるんだからそれでいいじゃん審査員はお客さんじゃないっていやほんとそうなんですよお客さんの方向こうぜってなりますよねとかこちらね大阪王将の会長畳みかけるような話し方に引いた試作を重ね開発してた人たちの努力を評価せず店でリアルに好きで食べてたお客さんを否定し 「ってまあ、そうだよねこんな料理なんで出してんの?」みたいなね、えー、そんな風に言われてたんですよね会長は。 ここだよ。お客さんを否定してるのと一緒だからね。うん、せめて裏でやれよって。テレビで流すところで、こんな発信をしてやってるっていうのはね、あの、もちろんパワハラの批判っていうのもあるかもしれないですけど、お客さんに対しての否定でもあるよね。たった7人の料理に不合格にされたくらいで、あれはないねって、どんなに消しかけても、全商品合格になれないのよ。トップのせいでって、これトップのせいで10個合格にならなかったじゃねえのかっていうね、意見ね。とか、他には、大阪王将の会長さん。 あの7人の意見だけ耳傾けて本来傾けるべきお客さんの意見聞かずに不合格の品はもう全部ダメだとか言うのはあんまり良くないぞって別にあの7人誰も食べに行かんでしょう行くのはテレビの向こうの人たちだからこっちの意見聞いてよってお客さんの方を向くのはお前だってね会長が批判されてて大阪王将は最後の最後に会長がやらかしてしまった自分から不合格どうするのと問いかけて答える部下を遮って 出席したら改善策言えなくななくるよなーっていやそうだよね。もう本当にただただパワハラだと思うんですけど料理の良し悪しだけでなく衛生や会計などの問題点だって会長へ上がってこなくなるぞーって何か問題点があったら言いづらくなるもんね。 うん、すぐにほうれん草できなくなるから。うん。とか、他には、こちらで、大阪王将の会長、ゴミすぎるな、笑って。客のことを全く考えてないやんって。利益だけやな。その商品好きな人もいるからトップ10に選ばれてるわけで、プロが全員合格出さなかったら商品消滅ってさすがに考えなさすぎだろって。まあ、お客さんを否定していることにもなりますからね。だってトップ10に選ばれてるわけだから。こちらもいいで、させていただきますね。ということで、今回は、大阪王将の会長が、 社員への態度がひどすぎて大炎上してるっていうようなそんなお話でした。皆さんの今日もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルではジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。